大耳狐は、食肉も食いぬか大耳狐族に分類される、食肉類。本種のみで、大耳狐族を構成する。アンゴラ、ウガンダ、エチオピア、ケニア、ジンバブエ、ソマリア、タンザニア、ナミビア、ボツワナ、南アフリカ共和国、南スーダン、モザンビーク模式標本の産地は、希ボをボン、体長46から66センチメートル。 尾長23から34センチメートル。体重3から5.3キログラム。猛威は、肺褐色や高褐色で、覆面は、泡褐色。目から粉炭にかけてや、次回外側、獅子株、お先端の毛衣は黒や脳褐色。東部個体群は、猛威が褐色味を帯安色部が脳褐色で、南部個体群は、猛威が灰色味を帯安色部が黒い。動向は縦長。 次回は11.3から13.5センチメートルと、大型。俗名、オターシアンは古代ギリシャ語で、耳の犬。種小名、メガラティスは古代ギリシャ語で、大きな耳の胃。大型の次回は、獲物の位置を探知したり、放熱に役立つと考えられている。死列は、門子が上下6本、剣子が上下2本、九子が上下8本、大九子が上顎6から8本。 化学8から10本で計46から50本。葉は発達しないが、球種の数が多い。下顎に壇上の突起がありこれによりや後に腹筋が支えられ、白ありを素早く咀嚼することができる。出産直後の幼獣は体重 0.1kg。乳頭の数は4個。球種が多いことから、犬科内でも原始的な種と考えられ、 本種のみでオトキオが赤を構成する説もあった。二亜種に分かれる。以下の分類はクラークに従う。乾燥したサバンナや開けた茂みなどに生息する。0.3から3.5平方キロメートルの行動圏内で生活する。最初域は重複し、群れ同士が遭遇しても干渉しなかったり一方で、激しく争うこともある。夜行性だが、白明白母子に日光浴を行ったり、 気温の低い日には日中に活動することもある。ペアもしくは、家族群を形成し生活する。一方で一頭のオスが二頭のメスといた例もある。自分で巣穴を掘ったり、土豚や飛びウサギかのフルスを利用する。植生の80から90%を、収穫シロアリ類ホデターミスマサンビカスが占める。アリなどのマクシメ、コウチウメコウロギ類やバッタ類などの直シメ およびその幼虫などの臨死目などの他の昆虫、蜘蛛、サソリ、ヤスでも食べる。爬虫類、蝶類、小型哺乳類、果実、種子なども食べる。糞あるいは糞状に発生した植物に集まる昆虫を食べることもあるため、大型夕日詰類の近くで見られることもある。チーター、ヒョウ、ライオン、リカオン、褐色ハイエナに襲われたり捕らえられることもあり、開けた環境では、 ゴマバラワシなどの大型の猛禽類に捕らえられることもある。幼獣はセグロジャッカルも大きな脅威となる。アフリカに四蛇に捕食された例もある。繁殖様式は耐性。妊娠期間は60から70日。巣穴で1回に2から5頭の幼獣を産む。小規模ではあるが毛皮が利用されたり、ハンティングトロフィーとされることもある。種単位で大きな脅威はないが、 毛皮用の狩猟や、ジステンバーなどの感染症、干ばつによる影響が懸念されている。ありがとうございます。